足音が近づいてくる。心臓が自分でもわかるくらい、うるさく、大きく鼓動している。息を止める。もっと静かにしなきゃ。目を固くつぶるけど、暗闇は変わらない。心臓の音は、さらに大きくなった。実り見つけ。うわぁ、今回は上手に隠れたと思ったのに。あとはムーアとお父さんだけだな。いつも最後まで隠れますね。父、体がでかいのに隠れるのうめぇな。お母さん、一緒に探して。いいの？お母さんが探したらすぐに見つけちゃうわよ。どうしてですか？お店のことをよく知っているから。うん、お父さんのことを、みんなのことをよく知っているからよ。例えば、ここの様子がよく見える棚はどこかしら。棚？あそこ隙間が空いてる。お父さんとムーは見つけ。お母さんが探しちゃ逃げられないな。ずるい、いちこねえ反則。お父さんと一緒に隠れてるムーはもうずるいからな。ほらほら、喧嘩しないの。ごめんください、カラスよけの釣り竿はありますか？あ、少々お待ちください。さあ、お前たち、次はお父さんが探すから上手に隠れてみなさい。はーい。絶対に見つけられないところに隠れてみせます。いつも簡単に見つけられちゃうもんね。暗くて静かなところ。ムーアはどこに隠れるんだ？お父さんが見つけやすいところ。それじゃあかくれんぼにならないだろう。だって一人で隠れるの寂しいし。仕方ねえな、一緒に隠れてやるぞ。連れてってくれ。うわぁ、四つ羽重い。休日が来たよ。休日が来ちまった。やる気に満ちてますね。先週の売り上げあまり良くなかったんじゃなかったっけ？最初から何でもうまくいくものじゃないもん。その分試行錯誤のやりがいがあるよ。ムーアは体力とガッツがあるからね。案外店員にも向いてたのかもしれないね。うん、まだ寝足りないぞ。もうせっかく姉らしいところを見せていたんですから、それを維持してください。四つ葉、みんなも手伝ってくれていいんだぞ。私はまだ認めてません。いちこねえ、そりゃ先週の売り上げはいいとは言えなかったけど、でもまだ2週間あるし。任務に支障をきたしてはならないと司令官から言われていたでしょ。現に四葉にしわ寄せが来ているわ。それはこれからは私がもっと頑張れば。それだと負担が四葉からムーアに移るだけだろう。うん、ムーア、商売というものは心身に大きな負担がかかるものなの。軽い気持ちで手を出していいものじゃないわ。軽い気持ちなんかじゃないよ、私は真剣なんだ。それに私たちは少し辛いくらいでくじけるようなやわな育ち方してないでしょ。どうして分かってくれないの？私はただあなたたちを心配しているだけで。とに
にかく悪いことは言わないから、今のうちにやめておきなさい。いちこねえの分からずや、嫌い。あ、こらムーは、いちこになんてこと言うんだ。いちこ姉さん、ガガ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 ガ。姉さん、打たれ弱すぎるだろ。はあ、あたいはムーアのとこ行っとくぞ。やっと見つけたぞ。あたいをあまり移動させるなよな。椅子図からか。一ね、まだバグってるみたいだぞ。いちこねえにひどいこと言っちゃった。そうだな。頭冷やせ。こっちはこっちで落ち込んでいますね。まあ、見ての通りの状態だ。ムーア、もうわかっていると思うけど、勢いとはいえ、姉さんに嫌いなんて言ってはいけませんよ。うん、わかってるよ。でも、いちこ姉だってひどいと思うんだ。私、ちゃんと頑張ってるのに。確かに、姉さんもちょっと頑固だとは私も思います。しかし、姉さんの言いたいこともわかります。さすがに、二人でお店を回すのは、負担が大きすぎるので。だからといって、ムーアたちの努力を見ないふりして、やりたいことを否定するのは違うと、私は思います。え？幸い、撮影の仕事は終わりましたから、これからは私も手伝いますよ。ニーナね。私が店番をすれば、美しすぎる看板娘と評判になって、集客力が増しますね。ありがとう。人手が増えれば、できることの幅も広がりますし、負担も軽くなります。これまでより店を安定させれば、きっと姉さんも認めてくれますよ。うん、私頑張る。じゃあ、もうあたいは休んでもいいな。ダメです。ムーアが頑張るんだから、四つ葉も姉らしいところを見せてください。うい、マジかよ。第1回、大島屋経営会議。それで、売り上げを上げるにはどうすればいいでしょう。ブレスト行こう。ブレストってなんだ？なんかそういうビジネス用語があるみたいだから使ってみた。ブレイクストマック？胃を壊してどうするんですか。ブレインストーミング。誰でも何でも自由に意見を出し合う会議の仕方です。意見に対しては否定ではなく可能性を広げるように話を進めます。それブレインストーキング。やべえストーカーだな。まずはやっぱり商品の種類を増やすことだと思うんだ。それには賛成だぞ。でも集められるもんにも限界があるからな。ではそれらを使って新しい商品を作ってしまうのはどうです？いいね。確かマリがそんなことをしてたと思うよ。じゃあまたサツキんとこに行ってみるか。私から一ついいですか。商品の種類を増やすのなら他にはない大島屋ならではの商品を取り扱うのはどうでしょう。例えば私がプロデュースするコスメとか。いいね。ニーナ姉がいる大島屋ならではの商品だよ。寝ている間にお肌のケアもできれば言うことなしだな。じゃああたいからも。
どこでも快眠枕。いいね、それがあれば妊婦で遠出してもしっかり体を休められそう。空気で膨らませるような仕組みにすると携帯性も増しますね。じゃあ私も内側にトゲがついたパワーアンクル。ド M め。ド M ですね。意見に対して否定しないんじゃないの？可能性広げてよ。広げた先にやべえもんしかねえぞ。あと大島家ならではのものがあればいいんですが。大島家ならでは、あ、食べ物。大島家風お好み焼きか。それはあまり勧められませんね。うんうん、大島家コロッケ。二人とも覚えてる？半年に一回の楽しみだったあのコロッケ。ああ、あれならうちの料理でもまだ人に出せるかもな。決まりましたね。では私は厨房に大島家コロッケを作ってもらえないか交渉してきます。後でヘリポートで合流しましょう。うん、よろしく頼むよみんなね。その間に私たちはマリのとこに行こう。しょうがねえ、付き合ってやるか。帰りやがれ豚。あ、出会い頭に辛辣な言葉。マリはお客さんへの対応完璧だよ。客扱いしてねえぞ。そうだった、私たちは客として来たんじゃなかった。帰りやがれ豚。帰らなきゃもっと罵ってもらえる。おーい、目的忘れんなよ。あ、そうだった、マリの加工技術を教えて。大島屋で扱う商品を増やしたいんだ。お断りです。なんで。失礼ですが、ムーアさんはそこまで手先が器用には思えません。そりゃそうだけど。こっちみんな、あたいが器用なわけねえだろ。じゃあマリに依頼する。材料を持ってくるからマリが加工して。もちろん作業費は払うよ。お、考える余地あんのか。商売として考えればなしではありませんので。少し待ってください。こちらのカタログをどうぞ。材料と作れるものを掲載しています。今後ともごひいきにしまくりやがれ。マリからいいものもらっちゃったよ。協業案件ってとこだな。さあ次はリサーチだ。まあ、コーラが切れちまったぞ。動けねえ。買ってくる。こっちだぞ。塗り薬のおかげで安心してアクションができる。いい丸薬を作れたでござるな。リサーチはもう十分か。もう少し回りたいかな。リサーチはもう十分か。うん、だいたいみんなが欲しがってるものが分かったよ。あたいはコーラが欲しいぞ。もう切れたの？後で買ってあげるよ。お待たせしました。大島家コロッケは
厨房のコックさんに説明して再現してもらえるよう交渉しました。ありがとう、みんなね。ただ、レシピはうろ覚えなので。ああ、大島家コロッケを作るのはいつも一例だったからな。完成したら試食してお店に出すか決めましょう。だな。よし、じゃあ私たちはみんなが欲しがってるものゲットしに行こう。会話サボってもいいよな。ダメと言ってるでしょ。あなたもしっかりと働きなさい。働きたくね。今日はニーナ姉もいるから昨日より奥まで行っても大丈夫だよね。ええ、無理のない範囲でしたら。うえ、マジかよ。許しません。落ちているものを再び輝かせる。素敵ですね。落ちているものと一緒にゴロゴロ。よっ、種もちゃんと手伝ってよ。すごい。なんてこと。役に立てているみたいで嬉しいです。じゃあ、あたいはもうお役御免でいいよな。ダメ、四つ羽が一緒だからこれだけ集められてるんだよ。ええ、自分と集まったんじゃないですか。そうだな、結構歩いたからな。もうここでゴロゴロしていいか。うわぁ、四つ羽で基地に戻るまで我慢してよ。うん、どうしたの。なんか変な匂いしねえか。これは硫黄の匂いでしょうか。温泉が近くにあるのかもしれませんね。温泉？ちょっと行ってみようか。あれは温泉とキャンサーですね。三人で相手できるやつじゃねえな。うん、一休みできたらと思ったけど、おとなしく帰ろう。リサーチも忘れるなよ。そうですね、皆さんの声に耳をしっかり傾けましょう。
ニーナね、そっちにこれ並べて。この角度で置くと美しいですね。お待たせみのりね。カフェテリアの厨房から試作版大島家コロッケのお届け。できたんですね。わー、ありがとうみのりね。懐かしい匂いだな。大島家コロッケを再現できているか早速味見をしてみましょう。うん、4つあるから1つずつ食べよう。いただきます。うん、おいしい。ええ、サクサクの衣にキリッとした胡椒。たっぷりのミンチ肉。大島家コロッケよりうめぇ。ダメだよ。ニーナね、ちゃんとレシピ伝えたの？うろ覚えと言ったじゃないですか。だから味の記憶をたどって伝えたんです。うちのコロッケにミンチ肉が入ってたことなんてなかったよ。ニーネが食べたいコロッケを作ってもらっただけだったな。この基地に来てから味覚が贅沢になってしまったみたいです。大島家コロッケはこのコロッケよりは美味しくないかもしれないけど、なんとも言えない癖があったんだよ。それは売り物として正しいのか、うまい方がよくねえか。このコロッケは1個 200cp くらいしそうな味だよ。でもコロッケってそういうものじゃないんだ。3つで 100cp くらいの気軽に食べられて美味しいものであるべきなんだ。そうですね、この味は大島家を名乗るには上等すぎますね。じゃあ次は僕が味の記憶をたどってレシピを厨房に伝えてみるよ。え、みのりねえもお店を手伝ってくれるの？配達の仕事調整したんだ。だから僕もムーアを手伝うよ。みのりねえ、ありがとう。それで私たちは何をすればいいですか？何でも言ってよ。店番は私と四つ葉姉でできるから。できねえ。できるから。ニーナ姉には宣伝に力を入れてもらいたいかな。私の美しさでお客さんを呼び込むんですね。わかりました。店の前でポージングを披露しておけばいいですか？邪魔なだけだぞ。そうですね、商品より美しく目立ってしまっては本末転倒ですね。メンタル強えな。ニーナ姉には GP を渡すから、その予算内でチラシを作って宣伝してほしいんだ。ビラ配りというやつですね。わかりました。最高に美しい宣伝をしてみせます。そしてみのり姉には交渉を担当してもらいたいんだ。交渉？今店にあるものと物々交換ができないか基地内の人たちに当たって。わらしべ長者みたいだね。了解。早速だけどニーナね、チラシお願いできるかな？どのくらい作りますか？この予算でよろしくね。美しく、麗しく、見惚れるようなチラシを作りましょう。作ってきました。こちらでいかがですか？ありがとう、ニーナね。
ってた。マリからもらったカタログで作れそうなものを選ぼうか。おお。タイガサツキんとこに行ってくるか。帰ったぞ。サツキから商品受け取ってきた。ありがとう、ヤツハネ。交換の交渉行ってこようか。うん、みのりね、交渉よろしくね。あいよ、交渉お任せ。出張大島屋、物々交換するよ。そうだな、最近唇が乾燥しがちなんだ。リップクリームとかないか。持ってるよ。交換しない？お、サンキュー。じゃあこのマイクロファイバークロスと交換なんてどうだ。メガネを拭くにはでかくて困ってんだ。ありがとね。出張大島屋、ブツブツ交換するよ。なあ、ボールねえか。傷んできちまったんだ。残念、持ってないよ。そうか、もしも手に入ったら教えてくれ。出張大島屋、ブツブツ交換するよ。お札の材料になるような丈夫な紙はありますか。持ってるよ。交換しない？では、今基地内で流行ってる超能力者育成キットと交換しましょう。今後もごひいきに。出張大島屋、ブツブツ交換するよ。そうですね、傷薬のようなものはありませんか。持ってるよ。交換しない？それではこの砥石と交換しましょう。恥ずかしがり屋のお弟子さんが見つけやすい場所に並べてあげてください。ありがとね。出張大島屋、ブツブツ交換するよ。使っていた扇子を壊してしまってな。良さそうな扇子はないだろうか。残念、持ってないよ。そうか、残念だ。手に入ったら教えてくれ。出張大島屋、ブツブツ交換するよ。最近脂っこいものがきつくてな。山ぶどうみたいなさっぱりしたつまめるものはないか。持ってるよ。交換しない？ありがたい。それなら私の濃縮背脂カルパスと交換しないか。今後もごひいきに。たった今、新しい商品仕入れられたよ。ありがとう、みのりね。これで新しい需要が満たせるはず。それでは、美しくチラシを配ってきますね。うん、よろしく、ニーナね。さてと、今日はどんな商品を並べようかな。慎重にな。
決めた。じゃあ回転だな。よってらっしゃい、見てらっしゃい。見るだけならタダだよ。砥石を感謝。白子も喜ぶにゃ。白子の反応が楽しみにゃ。大島屋、大島屋をよろしく。ムーアが接客に集中してるうちに、ほら、これとか仕入れたてだよ。これが噂の超能力者育成キットかい。他の奴らに渡すわけにはいかん。これはうちがもらってくで。サイキッカーは二人もいる。いらっしゃい、大島屋開店中だよ。大島屋、大島屋をよろしく。大島屋、ぜひお立ち寄りください。いらっしゃい、見てらっしゃい。見るだけならタダだよ。大島屋、大島屋をよろしく。大島屋、華麗に開店中です。ぜひいらしてください。大島屋、好評開店中です。ちょうどマイクロファイバークロスを探していました。一枚いただけますか。これでも、これはディサイズ踏みたい。これで身長アップ。大島屋、ぜひお立ち寄りください。ほら、これとか仕入れたてだよ。大島屋、好評開店中です。いらっしゃい、見てらっしゃい。見るだけならタダだよ。大島屋、大島屋をよろしく。終了、今日のお店終了。もうそんな時間？お疲れ様。売上発表。ドキドキするな。さっさと教えろ。やりましたね、ムーア。これはなかなか好調なんじゃないかな。ふい、よく働いたな。ありがとう。来週もこの調子で頑張ろう。で、ムーア、増築はどうする？そうだな。これでもっと商品を置けるね。うん、お客さんもきっと増えるはず。やっぱ増築やめねえか。忙しくなるだけじゃねえか。望むところじゃないですか。四つ葉もしっかり働いてください。そろそろ限界だぞ。あ、いちこね、いすずね。あ、私たち
ち、ちゃんとやってるよ。セラフ部隊の任務と大島屋、ちゃんと両立できてるよ。そう。実は私たちが昔食べていたコロッケをここの名物商品にしようと思っているんです。でもレシピがうろ覚えでまだ再現できてないんだよね。あのコロッケか。あれはイチコが作ってたからな。イチね、大島家コロッケのレシピ教えてくれよ。今お茶を入れてきたの？あのコロッケは…いえ、私はお店を営業するのに反対なんです。教えられません。そうか、ダメか。あ、そういえば今あたいらが商品調達に行ってるところで温泉が湧いてるのを見つけたぞ。温泉ですか？キャンサーがいたから近づけなかったけどな。姉妹揃えば倒せると思うんだ。一緒に商品調達に行かねえか？で、一仕事終えた後にみんなで入ってゴロゴロしたらきっと気持ちいいぞ。いすず、行きますよ。なし崩し的に誘ってみたけど釣られてくれねえか。うまくいかねえもんだな。四つ葉ね、説得しようとしてくれてありがとう。慌てず気長に、分かってもらえるのを待ちましょう。調子はどうですか？司令官に言われてる GP までは来週の頑張り次第ってとこかな。ムーアさんはどうしてそこまでしてお店をしたいのですか？ああ、マリに商売のいろはを聞いておきながらこっちのこと何も話してなかったね。昔さ、まだ両親がいた頃、うちはお店をやっていたんだ。そんなに大きなお店じゃなかったんだけど、いつもお父さんとお母さんがいて笑顔が絶えないお店だった。まだ小さい私たちもお店の手伝いをしてた。今考えたら遊んでばっかりだったけど、それでも楽しかった。いつか姉妹みんなで大島屋を継いで仲良くお店をやっていくんだと思ってた。そんな話もしてた。ちこね、絵描いて。いいけど、何を描いてほしいの？お店、大島屋を描いてほしいの。建物？いいよ。面白そうなことしてるな。混ぜてくれよ。かわいいやつがいい。かわいいやつ。かわいい大島よ。動いたら楽で良さそうだぞ。動いて可愛い大島よ。これお店ですか？いちこは相変わらず絵がうまいけど。車？違う、これは未来の大島屋だよ。なるほど、これならどこでだって商売ができそうだ。家族でいろいろな場所に行けるな。いちこね、お店の前にみんなも書いて。あたしと、いちこねと、みーなね、みなりね、やつはね、いすずね。あと、お父さんとお母さん。それが、あたしの最初の夢だった。
私たちの最初の夢だった。大島屋は私たちの始まりだったから、今はみんな新しい夢を見つけてそれぞれの道を進んでいるけど、でも成長して大人になっておばあちゃんになって、それでも姉妹みんなで集まれて一緒にやっていける何かを作れたら、それが姉妹の最初の夢、大島屋だったら最高だなって。あれ、どうしたんですか？そういえば大島屋ってどうして潰れちゃったんだろう。お父さんとお母さんがいなくなっちゃったからだけど、二人は事故で、でもその前に何かあったような。いつもみたいにかくれんぼして、でもすごく怖いことが。ムーアさん。あ、ごめん、なんでもない。とにかく私が大島屋をやってるのはちゃんと夢の一つってことなんだ。そうですか、私はいい夢だと思います。ありがとう、マリ。わかんないよ。